数ある海上自衛隊の潜水艦の中で、そう、竜型潜水艦11番艦であるオウリュウイゴの艦に、リチウムイオン電池が搭載されました。話題になったので、ご存知の方も多いでしょう。今回は、海自潜水艦に、リチウムイオン電池が採用された経緯について見ていきたいと思います。この陰には、10番艦までのスターリングエンジン案があったようですよ。同時に、エンジンが8000馬力からパワーダウンした意味についても考察してみました。海上自衛隊の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界最高の性能を誇るというのが定評です。が、そう竜型をより発展させたのが、タイゲイ型潜水艦です。その一番艦である、タイゲイが無事に進水したのは、2020年10月14日のことでした。場所は、三菱重工業の神戸造船所です。サイズ的には、タイゲイと、そう、竜は長さは同じです。ただし、喫水は、2Mほどタイゲイが深いのと、排水量も50トン増えているので、タイゲイが海上自衛隊最大の潜水艦ということになります。タイゲイという名前ですが、漢字では大きなクジラなので、言うまでもなく、地上最大の哺乳類であるクジラにちなんだものですね。ちなみに、海自の潜水艦名は、訓令によると、生打ち、海洋の自然現象随小動物、世の中が良くなる時に出現するとされる想像上の動物の名前、水中動物の名前から、付けると決められているそうです。そう、竜型は、縁起の良い随小動物とされる竜にちなんだ名前ですが、漢字では、青い竜となります。これは、太平洋戦争時に活動していた、大日本帝国海軍の空母青竜と同名ですね。アニメの、エヴァンゲリオンのキャラを連想された方もいらっしゃるでしょう。漢字の大クジラですが、これも、大日本帝国海軍が保有していた潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦の役目は、戦闘艦ではなく、海上での潜水艦への補給や乗組員の休養などを担う、つまり休憩場のような役目だったようです。時には、潜水艦隊の機関の役割も任せられることもあったとか。この潜水母艦大クジラですが、実は、万が一の場合には、航空母艦へ改装することが前提となって建造された艦でした。太平洋戦争が始まった時には、航空母艦竜砲に改装され、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦に参加しました。しかし、ご存知の通り、日本海軍は、主力空母4隻と、艦載機約290機をすべて失ったのです。ハワイの真珠湾攻撃は、前年の1941年12月でしたから、たった半年余りで、このような状態に陥ったわけです。この時点で見切りをつけていれば、原爆投下や沖縄戦、東京大空襲、中国残留孤児などの数々の悲劇もなかっただろうと思うと、当時の軍部には腹立たしい思いでいっぱいになりますね。その後、竜砲は正規空母として扱われるようになり、1944年、昭和19年、6月のマリアナ沖海戦などにも参加しました。その後、輸送艦として台湾などへも出動しましたが、広島県呉港で空襲に遭い、防空砲台として使用されるようになりました。終戦1年後1946年に解体され、艦としての命を終えました。さて、今回の主役潜水艦タイゲイ派装、竜型の11番艦であるオウリュウ。
12番艦である、東流以降の艦から、搭載されたリチウムイオン蓄電池を採用しています。従来のディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも採用されているので、そう、流型の2艦より、一層、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。この雨竜、東流の両艦は、それまでのスターリングエンジンを乗せず、ついたスペースにもリチウムイオン蓄電池を設置しているのですが、最初はスターリングエンジンとの併用で、それまで使用していた鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に入れ替えるという案も検討されていました。しかし、いろいろ検討した結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池をすべてリチウムイオン蓄電池に交換した方が、経費は増えますが、大きなパワーが得られるという結論になったのです。そのために、10番艦周流までの建造費は、1隻あたり約517億円だったのですが、リチウム蓄電池が高額だったので、約643億円にまで膨らんでしまったのです。約130億円も増えた計算ですね。スターリングエンジンを、搭載した双流型では、スクリューの軸馬力は8000馬力でしたが、リチウムイオン電池を積んだ雨竜、東流は5600馬力と言われるので、一見すると、性能が低下したのではないかと感じられますね。と言っても、瞬発的な最大スピードは確かに低下しますが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあります。ですから、長時間、中速から高速での潜航が可能になりますから、つまりは、潜水艦としての性能は、より大きく向上したということになるでしょう。リチウムイオン蓄電池の利点は、他にもあります。鉛蓄電池の倍のエネルギー密度があり、密流放電の繰り返し、回数は 1.5 倍以上。満タンに充電されるまでの時間が短いこと、放電しても電気容量が格段に低下しないことなどです。そして何より、鉛蓄電池では懸念される事故発生時に水素ガスが発生する不安がありません。乗組員にとっても安心でしょう。体芸派部分単柄構造で葉巻型船形なのですが、船体構造にも新しいポイントがあります。一例ですが、浮き課題と呼ばれる構造があります。これは、諸外国でも採用が進んでいる浮き甲板、フローティングデッキと呼ばれているもので、艦内の機械や乗組員が歩く際の振動や衝撃を緩和してくれるそうです。その他にも、静粛性の高いプロペラスクリューや、要所への音波吸収材装備などを設置したことで、双流型に比べると、より、一層静粛性が高められていると言えましょう。自分の存在を知られてはいけない秘匿性が、潜水艦には求められます。秘匿性を高めるには、音を立てない静粛性を高めることが大事ですから、対外派潜水艦としての条件を十分満たしているということですね。前述の通り、対外型の艦内スペースに余裕ができたので、その分乗組員の居住区に変化がありました。居住スペースに女性用寝室、シャワー室などが設置されたのです。人員不足、ジェンダー平等への配慮として、潜水艦へ、女性自衛官が乗艦する機会を増やすことにもつながりますし、将来的にも海上自衛隊内の最前線への女性進出に対応するものと考えられます。搭載している音響画像センサーですが、敵が魚雷追跡を欺くためのおとりの魚雷を見破る能力もありますし、海中では音響が複雑になるので、
魚雷センサーが狂いやすい浅い海域でも、確実に目標を捉え、形状の識別可能とされていて、それによって、命中率も高められているそうです。その他にも、最適なタイミングで起爆させることができる、アクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、この魚雷は世界トップクラスと言えるでしょう。ルル説明してきたように、海自の潜水艦は、通常型としては、世界トップクラスの性能と装備を誇っています。これに対して、危機感を覚えたのか、お隣韓国が、通常型潜水艦ではかなわないと思ったのでしょうか。原潜を所有したいという構想を持っていると言われています。確かに、原潜は補給なしでも、半永久的に原子炉を動かせますから、理論的には、海上に浮上する必要もなく、海中に潜んだままでいることもできます。また、膨大な電力を発電可能なので、海水を淡水化して、飲用水として利用することも、艦内で可能であると言われています。と言っても、原潜の建造には、目が飛び出るほどの巨額コストがかかることは必至です。また、原潜が耐用年数を過ぎた後の原子炉の処理が困難なことが、重大なデメリットであることは、言うまでもありません。原子力は、確かにクリーンとは言われますが、後始末は誰がいつ行うのかと考えたら、そう簡単に作っていいものとは思えませんね。日本でも、原潜をという意見もあるようですが、原爆や福島の原発事故から連想される原子力への懐疑心は、なかなか薄れることはないと感じられます。それだけではありません。現実的に、戦力として、原潜が有効かどうかの検証も必要でしょう。そして、日本の現状を考えると、原子力潜水艦は、必ずしも必要な戦力ではないという意見もあるのです。その理由ですが、日本の潜水艦戦略というのは、近海で敵艦隊を待ち伏せて攻撃することです。となると、潜水艦に求められる第一条件は静粛性ということになります。ところが、原潜というのは、一旦原子炉を動かしたら停止できないのです。ですから、エンジンを止めて、海底に張り付いていたとしても、音が発生するのです。音を発生させて、敵に発見されやすい原潜に、巨額経費を注ぎ込むなら、そのお金で、諸外国も進めている無人潜水艦開発を日本も手掛ける方がずっと現実的と考えられます。